第18師団は、第2本帝国陸軍の師団の一つ。日露戦争後の1907年と、シナ事変勃発後の1937年に、編成された。通称号は、皇室の紋章、菊を与えられたことから、国軍最強を自負し、他の兵団からも一目置かれていた。派兵や転属などで戦力を削がれながらも、終戦まで戦い抜いた兵団である。 日露戦争終結後の戦力増強策の一環で、第17師団とともに1907年11月に創設された。同年12月5日、師団司令部を久留米市に会長。1914年から始まった第一次世界大戦では、第18師団を機関に、不評、第29旅団等を編合わした独立第18師団が編成され、 チンタオ攻略戦に参戦する。同年11月14日、独立第18師団は、チンタオの占領を完了した。1918年10月3日、兵器部が、福岡県、三井郡国部村の師団司令部内に移転し事務を開始。その後、第一次世界大戦やシベリア出兵のために戦費が、かさみ、1922年から3時にわたり、 行われた軍縮の一環として、1925年に加藤孔明内閣で行われた、初位い、うが軍縮によって4個師団の廃止が決まり、第18師団も第13、第15、第17師団と共に廃止された。品事変が始まると、日本本土から次々と師団が中国大陸に派遣され、 第18師団も1937年9月9日に、留ス第12師団の担当で、4単位編成の特設師団として、再度編成された。編成完結後、第2次上海事変のさらなる増援軍として、第6師団、第114師団とともに、第10軍に編入され、広州湾に上陸し、中国軍の背後からの攻撃に当たる。 上海戦の後南京攻略戦に参戦した。第10軍配止後は中止な派遣軍戦登場列に編入、占領地の警備と治安維持にあたり、1938年9月12日に第21軍戦登場列に編入関東作戦に参戦。10月12日に第104師団と共にバイアスワンから奇襲上陸し、関東を攻略する。 1941年、南方に定員用が決まり、11月6日に第25軍戦闘序列に編入され、マレー作戦、シンガポール攻略戦に従事する。シンガポール陥落後は、飯田祥二郎中将の第15軍に移り、ビルマ攻略戦に参戦する。1943年10月から、 フーコン各国の人民において、レドド航路の早期脱を目指すスティルウェルによって、連兵された、新編中国軍と交戦するが、アメリカ軍に支援された、新編中国軍に包囲されたため補給が途絶え、栄養失調とマラリアによって3000人を超える戦病死者を出した。フーコンから転身の途中で、第53師団と行き違った際には、同師団の了職や武器を強奪し、 泥棒部隊と呼ばれるようになった。また、文献士、ミートキーナにあった、不評第114連隊は連合国軍との交戦で2000名以上の損害を出した。この時不評第114連隊は、第56歩兵団の指揮下に入っていたが、第56歩兵団長の水上元三少将は、昭和19年8月、残存将兵に包囲を突破し脱出するよう命じた。 あと自決した。不評第114連隊は他に兵舎下猛守備隊にも兵力を派遣していたが、この守備隊も9月7日に抑災する。第18師団のビルマ方面参加兵力は3万1444名であったが2万名以上が戦死している。慢性的な物資欠乏の影響はどの部隊でも同様であったが、ビルマ方面に展開していた。 連合軍が菊の名を冠する第18師団との交戦を名誉としていたことも戦死者を増大させた一員とされている。師団は当初4単位師団として編成されたが、1941年11月に、不評第35旅団司令部及び不評第124連隊機関の川口主体が編成され、師団の指揮下を離れフィリピン戦、ガダルカナル戦に参戦した。 その後川口主体は1943年3月に第31師団に転用、第18師団は3単位編成に改編された。ありがとうございます。